はい、では、2回目の YouTube 投稿になりますけども、今回も寄せ植えの、作り方ですね、それをご案内したいと思います。今回はビオラを使いたいと思います。ビオラも、前回は白のねガーデンシクラメンだったんですが、今回は、暖色系ですね、赤いワインカラーっぽいビオラをメインに使って、材料を揃えました。彩りだけで見ても割と冬っぽい感じかなという気がしますけどね。はい、じゃあ早速やっていきます。材料をね用意します。前回好評だったあのカレックスですね、これを今回も使います。あらかじめ土を取って、前回と同じですからね、あの同じ処理をしてあります。そして次に、前回は使ってませんが、今回はコプロソマですね、ブロックケイっていう種類で、ちょっとふわふわしてて日が当たると黒っぽくなります。これを使ってみたいと思います。前回同様でこのように出してもらって、下少し切ります。であらかじめほぐしてあった、カレックスですね、それを一緒に入れます。今回もねぶつけ本番でやってますのでね、だいたいイメージだけ作っといて始めてます。このように組み合わせますね。これも前回と同様、こうやって組んで上からこうやって眺めてみて、そこそこ混じってればいいです。簡単ですね。それこれをまた正面の後ろに行きます。これで正面がどっちが前かっていうのをちゃんと見ておかないといけないですね。で土が少ないんでちょっと入れておきます。ちょっとざーっといきますね。ちょっと大胆ですけどね、こういう感じです。最初の高さ結構大事なんで、最初高めに植えといて、あと崩しながら入れていくっていうのも一つの方法かなと思います。まず正面確認ですね。葉っぱはなんとなく自然に入ると、ここまでできました。そしたら次は白タインクですね。白タインクはまあどこでも売ってる定番中の定番なんですが、なるべくこう白いもの、白度の強いものを使うといいと思います。これは3本植えの割と大苗ですね。これ3本植えなんだけれども、あ、ね、3本目がちっちゃいね一応2本ということにしましょう。これを切ります。切って周りもちょっと切りまして、細身に作り直します。で割ってみましょうか。そうするとこんな感じですね。2本寄せ植えになってます。なおかつちょっとグリーンの葉っぱがあったら少し取っとくと、より角度が増すという感じですかね。うん、3本目はちっこいですね。まあ、これで間に入れていきます。間じゃなくて横ですね、もうサイドからやっていっちゃうんで、ここにサイドですね、サイドに白入れます。ちょっと入れてみます。まずは入れてみます。まずはっていうのが大事なんで、イメージ見てくださいね。一応こっち表面なんで、こっちに向けます。でとりあえずまあこんな感じで掴んでおきます。そしたら今度カルーナですね。カルーナの、ブルガリス、ね、カルーナは寒くなる方が色が発色します。これは黄色くなるタイプですね。でもう一個こちらにあるのはなんか赤くなるタイプですね。赤くというかオレンジですかね。やっぱオレンジとか、黄色っていうのは冬とか秋をイメージさせるので、とても使いやすいです。そしたらまず1個ずついきます。前回カルーナのガーデンガールズを使ったんですが、今回はブルガリスです。やることは一緒です。下切ります。網が、あの、ね、根っこがね網状になってるんで、それを切るっていうことを、その方が馴染みがいいですよっていうのは前回も言ったんですけども、これはぜひやった方がいいです。怖くて切れない人は、ちょっと思い切って切った方がいいでしょう。右と左にカルーナを入れるので、こちらも切ります。まず下を切ります。で周りも切ってきます。割と大胆に切っても全然大丈夫です。そのぐらい強いですね。で霜とか寒さも強いので、そのまま春まで見ちゃう感じになります。でまずは黄色、こっちから組んできますけども、これで一応予定としてはこれとこれを組み合わせます。グリーンの部分をさらに取ってこれで合わせます。こういう感じですかね、うん、こんな感じで、これ予定を見ます。具合はね、まず組んでみるって大事なので、そしたら先ほどのブラックケーンと間に一緒に入れます。そしたら土を入れるんですが、土はもうこれで寄せとけばいいです。まずはこれと、で今度反対側ですね。反対側も同じことをやります。
組み合わせます。前から見るとこんな感じ、はい、それを横に入れます。すごく簡単ですね。高さ合わせます。右と左が同じならいいです。まずはかけておきます。繰り返して、繰り返して、裏に土差します。裏に土足してきます。で、一個一個入れながらも決めていくっていうのが、まあ、自分のやり方なのでね、まあ、皆さんいろいろ自分のやり方があると思いますけども、で自分としては一個一個決めてて、背景は背景でもう出来上がる雰囲気っていうのを、大事にしてやってます。なんでここのもう後ろ部分はこれでほぼ完成ってことですね。次ですね、次はビオラとか入れていくんですが、ビオラは真ん中にこういう感じで入ります。まずはビオラを入れる用意しましょうかね。ビオラはまあちょっと苗が大きいもんですから、3000だったら2個でいいかなと思うんですけど、ちょっと大きめですけども2個用意します。こちらも同じように切ります。で用意します。植えるときにやっぱり花がたくさんついてるのがね、やっぱりイメージがいいので、ある程度出来上がった株を使う方がいいと思います。これから咲きますよっていうのはやっぱり寄せ植えには向いてないですね。もうすぐに、綺麗でもう贈り物に持っていけるぐらいの、苗の方がいいと思います。こうやって見ますね、合わせてみます。花のイメージ見ます、これとこれで合体ですね。合体したらニュッとやって、これが1個です。こう入ります、簡単ですね。はい、これでもう 1個と思って、植えていけばいいです。これでできました。これ用意しておきます。次は、ビオラ終わったところで、秋ナサですね。秋ナサは普通秋物なので、この時期使わないんですけど、まあわずかの時間ですけども使ってみたいと思います。それでビオラが大きくなって飲み込まれちゃう的なとこはありますし、あれなんですけども、軒下ぐらいだったらまあそこそこ持ちます。まあ静岡では持ちます。まだ出します。出したらこれも切ります。周りちょっと切って細くしておきますね。で、秋ナサとかっていうのはすごく丈夫いんで、こうやって実際こう一本しかなかったとしても、こうやってブツってやってもこうやって死なないです。これで再生するので、結構思い切ってやっちゃっても全然大丈夫です。これを自分でも僕も栽培してるので、かなり荒っぽくしても大丈夫ですね。これで用意しました。で次ですね、次はこちらの方がロータスプリムストーンですね。ロータスプリムストーンっていうのは、先っぽがこうやってピンクリーム色になる、そういう、ものですね。まあいろいろ色合わせ的に使うととてもいいと思います。これも用意しておきます。こちらも、大体1本で作ってるっていう場合が少ないので、これは3本分けですかね。3本に分かれます。時期によってね、あまりこう分けていけないっていうのあるらしいんですけども、こうやって細かく割っても意外とダメージが少ないんで、他の、ものと組み合わせて使うっていうのはわりかしいけると思います。はい、そしたらこれとこれでまずアキランサスとロータスプリムストーンをとりあえずこう組みます。組んでみます、この中にね、赤の中にこうやって入るとなんとなく綺麗ですよね。これここに仕込んでおきます、で反対側も同じことをやります。で3つに分かれたんで大きいのはちょっと取ってきます。2個をこうやって合わせて右と左に、ちょっと配置しておきます。そしたらとりあえずかけておきますね。土かけておきます。では、次にビオラを入れてきますけども、真ん中はちょっと膨らめたいので、まあ、膨らんできますけども、とりあえずこう入れてきます。でビオラを入れます。持ちます、ね。こういう感じですね。ビオラ持って。先ほど用意した通りですね。高さ合わせます。花の向き見ます。で、真ん中にとりあえず入れます。入れたら高さ合わせるんで、今現状いい感じになってますね。それこれで、まず合わせといて、一回こっち入っと倒しといて、後ろ側に土入れていきます。後で入れなくてもね、済むようにとりあえず入れて起こします、そしたら前に倒れてこないように、
こちらの方にも土入れておきます。これもね、あのぶつけ本番でやってるんでね、横演習なしですけども、だいたいこんな感じ。もうちょい起こします、クイッと。でこの隙間にこのちっちゃいスコップで土を入れておきます。後でね、仕上げ作業を簡単にするためになるべくこうやって入れておきますね。はい、そしたら次ですね、最後、もうそろそろ最後になってくるんですけども、そこで、次の材料ですね、ワイヤープランツです。ワイヤープランツの、スポットライトですね。スポットライトはこんな綺麗な感じで、独特の灰色が出ます。これは農家さんによってね、発色の度合いが違うんですけども、かなりいい感じで、作ってくれる農家さんですよね。とても柔らかい線で使いやすいです。これをちょっと出してみましょうかね。出すとこんな感じになってて、やっぱり、これも複数入ってるんで切ります。切ったらこれをバラバラにします。まず普通にバラバラに、普通に分けても、まあ上が髪の毛みたいになってるんで、普通に分けても分かります。これをさらに割ってきます。まあ、どのぐらい使うかちょっとあれなんですが、このぐらいまでいきましょうか。1個このぐらいで、こうやって分けていきます。まあちょっとぶつけ本番なんで、だいたい5個ぐらいですかね。 1,2,3,4,5 っていう感じ で、あとはこれが、赤い菜ですね。赤い菜っていうのは割と、珍しいので、珍しいというか取り扱い量は少ないですね。こういう赤い葉っぱで小葉になります。ビオラとかそういう花の根元を隠すというかに入れ込んでいくと、なかなか味がありますよね。これも同じことやります。ポットから出して下ちょん切ります。で根っこはね、この上のこんなぐらいしかついてないんです。なのでこれだけ切ればいいです。さあこれをこういうふうに細切れにします。これも特に決まりはないのでね、結構アバウトに細切れにすればいいです。そしたら細切れにしたものと、先ほどのワイヤープランツ、これですね、これをセットにします。こういうふうに組み合わせますね。組み合わせて、この組み合わせただけでもなかなかナチュラルな雰囲気になりますね。そしたらこれを、順繰りに入れていきます。一番最初ここを入れましょうか。こっちじゃなくてもここら辺から見ればいいんで、ここを入れます。これを入れるとちょっとナチュラルな感じが出ますね。今度反対側も行きましょうかね。反対側にもこれ入れます。割とワイヤープランツがこう見えるというか目立つので、なかなかいいんじゃないかと思いますけども、これも入れておきますね。でここにアキランサスありますけど、差し色になってるだけですから、まあ最終的にはなくなっちゃうと思うんですけども、そこそこは頑張ってくれると思います。そしたら、さっきのこれ対応してますけど、100均に売ってますからね、これやります。これで土をなじませておきますね。そしたらあと手前だけなんですけど、手前はもう材料がね、ロータスプリムストーンと、さっきのワイヤープランツと赤い菜しかないですから、もうそれを順繰りに入れていくだけです。こっちとこっちと、あと3つ、1個2個3個入れて終了になりますので、赤い菜をもう1回入れます。これとワイヤープランツを、また組み合わせます。でまた先ほどと同じ作業をします。こうやって仮に持ってるといいですね。仮に持ってて、こう空中に浮かせとくっていうか、どこでキープする場所をね、キープするか、イメージを作っておくかってすごく大事なので、ちょうどいいところで止めないとダメです。ちょうどいいところで止める感じだったら、もう左手で保持しといて、右手で土を入れていくっていう感じなんですけど、場所が微妙に大事なんで、この高さ、ビオラよりも低いけど、引っ込んでいないっていう、その微妙な高さがすごく大事なんですね。それで後々も良くなってきますからね。次赤い菜ですね。赤い菜と、まあ同じですか。また同じですね。同じのを入れます。で、一つ大事なのは、このワイヤープランツは、外になるべく出せない。普通はね、こう、外に出したがるんだけど、なるべくだったら、ちょっと中に入れておく方が雰囲気出ます。なんで、今、こうやりますけどね。こんな感じですね。ちょっと慌ててやってるんで、こういう雰囲気。
あんまちょっと出しちゃってましたけど、割とこう出し出そうで出ないみたいな感じのがリアルな感じがしますね。であともう1個ですね、もう1個入れて終わりになるんですけども、でこういう、あとこれこういう感じです。でこれ長いんでこれは調節します。こういう感じで、これってどう使うかなんですけども、通常はね、こっちの向きで使うケースが多いんだけど、今回はこっちで使いたいと思いますね。でこれで今こう入ってるの、内側にワイヤー、内側というかこの中側にワイヤープランツを入れて組んで、ここのどっちに表にするかっていうのはわりかし微妙な感じなんですが、割と効果がありますね。で赤い菜も残ってたんで赤い菜も入れます。赤い菜は縁に入れるので、こう縁ですかね、ちょろっと見えるって感じですね。まずこうやってやってみます。組んでみますね。組んでみたら、前回も、ワイヤープラッツ入れたんですけど、右と左にちょっと振り分けてビオラにはいかない、だけど縁から出さない、この列に入れるようにするので、もう形作っておきます。こうやってイメージ作っておきます。これがね、もうつまんでるだけですけどね、指でつまんでます、そしたらこれをここに入れます。そしたら、今入れました。そしたらこれをギューッと入れて、ビオラよりも低く、かといって、下に引っ込むわけじゃなしという高さに調整するんですね。まあもっと押さえてます。こっち押さえといて土を入れていくと。で、柔らかい土だと押しても戻ってきちゃうんでね、ちょっとこう押しながらやる方がいいかなと思うんですけど、まあこうなってて、場所的には高さ的にはもう合ってるので、あとちょっと前に倒すと、で反対側も入れていきます。もうちょっと炊きましょうかね。で仕上げやっていきます。でどうしても最後に土を隅っこに入れると裾がまくり上がっちゃうんで、それを少し下げますね。で最終的に、植えたもの全ての表情が見えるように一応チェックします。このカルーナね、最初入れたんですが見えなくなっちゃうんで、一応ここでチェックして見えるようになるべくすると、ここに入ってるよ、こっちが目立ちますね、でひっくり返して、この辺の前後ひっくり返して、で後ろも土を入れてあるので、さっき出したのでね、十分だと思います。でもう一回チェックするのは、横から見て後ろの部分が平らになってるか、これが平らになってるか、ちょっと前回もやったけど前傾ぐらいのがちょうどいい感じになります。今ここに挟んじゃいましたけどね、出来上がりかなっていう感じですね。よいしょっと完成になります。出来上がりのポイントとして一番大事なことは、鉢の縁が隠れていることです。縁が全部出てしまうと馴染んだ感が出ないです。内側の線が隠れていれば大丈夫ですので、うまくリーフを組み合わせましょう。彩りとしてはオータムカラーに差し色を何色か追加した形です。特にシルバーの白大陸がビオラを際立たせています。冬の季節に合うようなワインカラーのビオラの寄せ植えでした。皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。